アルベルト・セラーデスは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代は、スペイン代表で、ポジションはミッドフィールダー。戦術理解力があり、守備意識の高いセンターハーフである。FC バルセロナとレアル・マドリードの両方でプレーした、ことで知られる。スペイン代表としては1998フィファ、ワールドカップに出場した。 バルセロナに生まれたが、7歳の時に家族と共に、バルセロナを離れて、アンドラ公国に引っ越し、13歳までアンドラの地で、暮らした。FC バルセロナの下部組織で育ち、1995から96シーズンにトップチームデビューすると、そのシーズンはトップチームで16試合に出場して2得点を挙げた。1996から97シーズンは常に、FC、 バルセロナ B でプレーしたが、1997年夏の UEFA スーパーカップでは、UEFA チャンピオンズリーグ王者のボルシアドルトムントとの2試合ともに先発出場し、2試合合合計3から1で勝利して、タイトルを獲得した。1997から98シーズンは、ルイハンハール監督率いるトップチームで、スイーパーとして起用され、 36試合に出場して3年ぶりのリーグタイトル獲得に貢献した。1998から99シーズンはリーグ戦で2連覇を果たしたが、出場機会がめっきり減った。1999年夏にセルタデビー後に移籍し、11月28日のレアルマドリード戦では決勝点を挙げた。2000年夏、そのレアルマドリードに移籍し、4シーズンプレーした。 準レキラーとしてプレーし、2001から02シーズンには UEFA チャンピオンズリーグで優勝した。2003から04シーズンはフランスリーグの FC ジロンダンボルドーにレンタル移籍した。2004年にレンタル期間を終えてレアルマドリードに復帰し、序盤はセンターハーフとしてスタメン出場していたが、その後監督が2回も変わり、2005年1月に トーマスグラベ戦が加入するなどして、出場機会が減っていった。しかし、層の薄かった右 SB のミチェル・サルガドが、長期離脱し、右サイドでのプレイ経験がある。セラーですが、右 SB にコンバートされ、新しいポジションではあったが、サルガドの穴を埋めてみせた。2005年夏、レアル・サラゴサに移籍した。2005から06シーズンには、コパデル・レイで決勝に進出したが、 RCD s エスパニオールに1から4で敗れた。3シーズンの間比較的多く起用されたが、クラブは2007から08シーズン終了後に、セーグンダディビシオン降格となり、セラーデスは契約満了により退団した。2008から09シーズン開幕時点で所属クラブが見つからなかったが、2009年2月にメジャーリーグサッカーのレッドブルニューヨークのトライアルを受け、3月に、 レッドブルニューヨークと契約した。10月23日には2009年シーズン終了後の現役引退を発表し、翌日のリーグ最終戦、トロント FC 戦に対象して優秀の美を飾った。2010年初頭には香港のスグル氏に招待され、元スペイン代表のアグスティン・アラン・サバルと共に、ルーナーニューイヤーカップという新前大会に出場したが、公式な契約はしていない。 1998年にスペイン代表デビューし、同年の 1998FIFA ワールドカップに出場するメンバーに選ばれた。グループリーグのナイジェリア戦とパラグアイ戦に途中出場したが、スペイン代表はグループリーグ敗退に終わった。2000年に行われた 2002FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の途中出場が代表での、 最後の出場となった。2013年にスペイン U-16 代表監督に就任。2014年からはスペイン U-21 代表監督を務めるなど、スペイン代表の世代別代表監督を歴任。また2014年からは、レアルマドリード時代の恩師であるビセンテレル・ボスケが率いる A 代表のコーチも兼務。 デルボス家の後任のフレン・ロペテギの下でもコーチを務め、2018、フィファワールドカップ開幕直前に解任されたロペテギの後任として、レアルマドリード時代の同僚のフェルナンド・イエロが就任するとアシスタントコーチを務めた。2018年8月3日、ロペテギが就任した古巣、レアルマドリードのアシスタントコーチに招聘され、再びロペテギとタッグを組んだが、 10月29日に、ロペテギが、成績不振により解任されたため、退任。2019年9月12日、解任されたマルセリーノ・ガルシア・トラルの後任として、バレンシア CF の監督に就任。しかし成績は振るわず、2020年6月29日に、解任された。ありがとうございます。